ズと申します。ですね、本日はレジス、あの、ICANN78 のレジストリー、レジストラの、関連報告を申し上げたいと思います。で、当社では、レジストリー部会とレジストラ部会両方参加していまして、今回の ICANN 会合が、年次総会ということで、火曜日が、メインイベントですね、レジストリーとレジストラにとっては。で、レジストリーセッションでは、3つのセッション、レジストリーとレジストリー両方、3つのセッションがあって、その後に、最後、共同の、コントラクティブパーティーハウスセッションが開催されます。なので、9時から、16時の間、各自で議論とアップデートを行って、で、最後に、ある問題点に関しては、どう、対応するかという議論がされます。で、次のスライドでお願いします。で、レジストリーとレジストラを両方こう分けてやっていて、完成して、結構内容が、スライドの内容浅いんで申し訳ないんですけど、やっぱり別々レジストラとかではなく、もう話題ごとにやればよかったなと、今更思うんですけど、なのでこの書かれてる内容に関しては全部触れないことはあると思うので、よりこうないスライドの内容より詳しく説明できればと思っています。で、レジストラ部会では、主な話題としては、DNS Abuse Amendment が、投票中で投票してください。で、結構レジストラ側、レジストリーもそうなんですけど、Abuse Amendment に書かれている内容に関しては、もうかなり満足していまして、ぜひみんなで Yes を投票してくださいという、宣伝が多かったです。で、多分アビューサメメに関しては、以前の報告会と、多分次回の報告会、実際にポリシーが、承認されて導入することになったら、詳しい説明になると思うんですが、で、次、レジスト、登録者データの、ポリシーに関しては、ちょっと RDRS をちょっと触れて、あと、レジストリデータの、ポリシーのインプリメンテーション、導入に関するトピックが上がりました。あと、すごく簡単なんですけど、ICANN の認定、エスクロープロバイダーが変更になったので、そのやり方に関する報告がありました。そして、今度 AGP、あと、アドグリスポリシーに関する課題が上がって、で、ヨーロッパで行う、ヨーロッパで、最新出た NIS2 というダイレクティブが話題になっていて、ヨーロッパにいない私たちにとっては なかなかわからないものです ちょっと その内容をちょっと含めて復旧させていただければと思います。新 GTL リスタープロに関しては、ここに記載されているんですけど、今後発表があると思うので、そうですね、多分飛ばします。で、次、お願いします。次のスライドで、レジストレーションデータリクエストサービスに関しては、以前の、お母さんの報告によると、日本時間29日に開催されていて、このシステムは最大2年で運用される予定です。で、まず、ちょっと経緯とかいろいろこのスライドには書かれてないんですが、そのレジストレーションデータリクエストに関しては、かなりオーバースペックなシステムを ICANN が作ろうとしていて、予算もそこそこあって、で、レジストラ側では、いや、そんなにリクエストは来ないよ って議論がよくあったんで、大手レジストラの2Cows が自社のシステムを作ってデータを取得して、実際にもうこのドメインの数があるのにリクエストがこの程度ですよっていうのを、ICANN に見せたり、いろんな議論を通して、レジストラが混ぜた、なんかワーキンググループが作られて、このもっと軽いシステムの案が、出るようになっていたので、で、この軽いシステムは、
愛犬がすでに持っているもの、ネームサービスポータルを利用して、まあ、新しくこう開発するようなことはないとか、いろいろ、まあ、そういうことでこうミニシステムが作られたわけですので、まあ、これを2年間利用して、で、そのニーズを実際測って、データを持って、今後これを構築しようという話になっているので、で、個人的に、あまり来ないですね、私たちのレジスターには。レジストリー、レジスター含めて、多分年間5件ぐらいですね。で、ほとんどはこのドメインを買いたいので、登録者の情報ください。というので、で、というのが多いですね。で、アビュースに関しては、まあ、ドメインを止めろぐらいとか、フィッシングになってるから止めてくださいとか、日本警察だったら別の窓口があって、協力したりするので、まあ、参加してもしなくても、あまり、まあ、私たちの人では変わりはないかなと思うんですが、まあ、実際に今後、こういうようなシステムが実際に採用されるので、まあ、参加してみて、多分もしかして参加することで、リクエストが来る可能性はあるんじゃないのかと。で、実は他のレジストリも同じような考え方で、まあ、例えば大手のGoDaddyレジストリが8000万件ぐらいのドメインを持っているので、そこそこリクエストはGoDaddyの方には行くんですけど、まあ、その、愛犬コミュニティの中にどうしてもこのシステムを採用してほしいという知的財産側の、方々がちょっと不正利用して、リクエストをとりあえず出してみることを想定しているので、まあ、ちょっと そういうところはちょっと注意しなきゃいけないかなと、まあ、レジストリーの中では思っている。あと、レジストラーで、まあ、自社の窓口もあって、愛犬の窓口があって、両方から来るのはもう不便すぎる、仕事が増えて大変なので、できれば、まあ、自社の窓口を愛犬にもういてくださいっていうふうに、まあ、できるかって話は出たりしていったので、まあ、共通の窓口があれば、まあ、それでいいんですけど、今のこのテスト期間中には、あちこちから来る可能性はあるので、まあ、対応する側、ドメイン数がそこそこあって、対応するのも意外と大変なんです。と、あと、このシステムでは、ICANN 開催時にレジスターがサインアップできる、レジスターがサインアップできるような期間で、システムに来たリクエストは、メールでレジストに飛ばせない、飛ばす機能がまだついてなかったんですけど、それが29日までには頑張ってつくようにするという話だったので、実際まだ申し込んでないので見てないんですけど、なんか BGP キーを入れてこうメールが飛ばせるように なると思うんですけど、でもメールが飛ばされてもこのリクエストが来てますっていうと、実際にログインして手で入力して、この理由で開示しない、開示する、いろいろ書かなきゃいけないので、相当、まあ、大変なことになったりするんですね、リクエストが多ければ多いほど。まあ、でも今のところはテスト段階なので、どういうものなのか、ぜひレジストラーの皆さんには申し込んでみて、受付してもいいかなと思うんです。で、オプトアウトはいつでもできるので、別に損もないのでですね。で、レジストラ部会では、なんか ICANN が、毎月報告を公開して、まあ、使用状況とか統計を出すつもりだそうです。で、そこで、レジストラ部会の、アンケートで、リクエストが来てる、リクエストが来てるけど、このレジスターが参加してないというデータも ICANN が持つので、それを、そう、まあ、レジストラに各自に、実はこれぐらいは来てますよ、やってくださいよっていう、アピールはできるかもしれないし、あと、公開して、この不参加のレジスターにこんなに来てますよ、
で、そこは公開されると嫌だというなあの議論の話も内部にありました。はい、次のスライドで。次は登録データポリスに関しては、なんかインプリメンテーションバッファーで、なんかこれを結構フォローしてるんですけど、インプリメンテーションバッファーという使い方初めて頭に入ったんですが、ポリシー、新しいレジストリーデータ、まあ、どのデータを登録者からもらわなきゃいけない、どれぐらいの期間で保管しなきゃいけないとか、いろいろの新しいポリシーに関しては、まあ、18ヶ月の間に、まあ、決定してから18ヶ月の間に導入すればいいという一番最初の案だったのがまた変わって、でまた最初の案に戻ったということだけを伝えたいですね。なので、まあ、このポリシーが本当は8月に公開するつもりだったんですけど、このインプリメンテーションタイムフレームと、そのアージェントリクエスト、次のスライドにあるんですけど、アージェントリクエストのところがどうするかっていうのが決まってなかったので、伸び伸びとなっていて、で、ここに導入タイムラインみたいなのを出したかったんですけど、どうもどこにも見てなくて、もう一回昨日のためにトランスクリプト読み直したんですけど、この ICANN 時点でもいつ公開されるかっていうのがまだ決定してなくて、多分2月になるんじゃないかっていう予測が出ていたので、まあ、例えば2月に公開されて、そこから6ヶ月の間にクワイエットタイムと書かれてたんですけど、まあ、各自のシステムの準備中と、まあ、どういうふうに対応するかを検討して、で実際にその1年間かけて、そのスペックに沿った形で運営できるような体制に整えるということになってます。で次のスライドは軽くアージェントリスポンスタイムフレームです。で、ここに QR コードちょっと貼ってみてたんですけど、最新版のポリシーが28日時点でアップデートされてたので、まあ、ここに載せました。で、まあ、ここはよくもうなんだろう、レジストラーレジストリー側ではどうしようもないことになってるので、あまりフォローしてないっていうか、まあ、ICANN 理事会ではもう、これをなんか決めるという話になったと思います。で次のスライドです。先ほど軽く説明していたレジストリーデータエスコロープロバイダーの移行。ICANN は夏頃に、本当昔から NC、アイアーマウンテンがやっていたレジストリーのデータエスコローが、NCC グループに買収されて、まあ、そこから何年か運営して、多分 RFP でもドイツのリンネクが選択されていて、まあ、そこに変更することになったので、ICANN が、まあ、どこのプロバイダー使ってもいいんですけど、ICANN が費用を負担するのはリンネクなので、レジストラのレジストラデータエスクローをまあ、リネックに切り替えると、まあ、そういう利点があるという。で、まあ、買い方は簡単で、ICANN に買いますって。75日、NCC グループの契約の75日前に ICANN に報告して、で、まあ、技術的な、アカウント作って技術的な導入を行うだけなので、まあ、非常に簡単で、ICANN は120日前、契約、レジストラの契約の120日前から、まあ、通知をくれる。で、かなりしつこくフォローしてくれるので、本当1日おきにフォローしました、私たちに。そう。まあ、いいことですね、で、次、そうですね。で、規定とかな、やり方とか、ディポジットとかに関しては、あまり何も変わらないので。で、次、AGP、アドグレースポリシーに関しては、古いポリシーでずっと存在してて、ドメインテイスティング、多分ご存知の方多いと思うんですけど、ドメインを登録して、トラフィックがあるかを確認してから、いる、いらない、決めて、5日間以内に廃止したら、
お金が戻ってくるから、ドメイナーやってるレジスターがすごく多かった時代に、すごく問題になっていて、なので、まあ、あるパーセンテージか、しか返金できないようなポリシーになっていて、ここに青い文字で書かれているのは 10% または50件以下、以下ですね、が返金できるので、まあ、例えばすごく小さいレジスターで、.xyz で不正登録の、お客さんが来たとしたら、100件登録して、100件廃止したら50件の返金しかもらえない。ということになっていて、で、多くのレジスターはこれですごく苦労してます。不正登録で盗まれたクレジットカードが使われて、なので、チャージバックされて、レジストリーも返金してくれないので、損してることが、まあ、ちょっと問題になってるから、レジストリーとレジストラーがお互いに、もう、ちょっと、ポリシー変更しよう。レジストリー側は、もう、なんだろう、ポリシーにこう書いてあるから、もう返金できませんよっていう、動いてくれないレジストリーも中にいるので、まあ、ちょっと、お互いにいいポリシーをこう検討しようと。始まってるところですね。夏頃からですね。次のスライドで。ここが本当、私はよくわからない NIS2 のダイレクティブで、サイバーセキュリティの案件です。で、EU にいなくても、EU のお客さんがついてるレジストリーも、何らかの対応をしなきゃいけないので、まあ、多分私が言うのは各自でどう対応するかをもう検討するしかないですね。で、これが2014年の10月に EU のメンバーステートがそれぞれ導入することになるので、まあ、例えばドメイン登録に、免許証とか何かの身分証明を確認しなきゃいけないとか、何かの、EU でなんか、なんか ID、なんか電子 ID みたいなのなんかあるようですので、まあ、そこなら、なんか、確認して、進めばいいとか、データベースに接続して、API で接続して、この情報が正しいかどうか確認する。で、まあ、EU の中で、それが、例えば API で確認できるとできないところもあるので、各メンバーステートはもしかして違う導入の仕方される可能性があって、そうするともうドメイン業界にはすごく大変なので、まあ、そうならないようにドメイン業界がこうだと、多く、まあ、各政府に説明しなきゃいけないという話は出ました。うん、で、議論点としては、そのレジストリーデータ、ダイレクトリーサービス、RDS の、まあ、Whois とか RDAP とかは、本当こういうのが次々出て対応できるかと、まあ、質問あったんですけど、かなりフレキシブルなシステムで、特に、まあ、問題は見られてないということだそうです。うん、はい、次のスライドです。で、レジストリー部会も似たような、流れで、同じ NIS2 のディレクティブの、弁護士が、入ってきて説明したりして、まあ、DNS abuse のアメンデメントだったり、いろんなアップデートが結構かぶってる内容が一緒なので、まあ、ちょっといくつかだけピックアップしてみました。まず IDN テーブルですね。次のスライドに簡単に説明してますが、これは、すごく熱くなったんです、この この10分間のアップデート。なんか ICANN のネームサービスポータルと IANA Database に書かれてる、まあ、この IDN テーブルのバージョンを使ってますって言ってるのに、まあ、実際に RRA に書かれてるものが違うとか、なので、まあ、統一、まあ完全一致するように ICANN が動いているという話なんですけど、で、多分その中で、まあ、すごく古い IDN テーブルを使っているレジストリに更新してくださいっ
って言ってるけど、向こうはいや、更新しませんって言って、で、そこで言葉の誤解があって、アイカン側がもうやらなきゃいけないマスターと思って嫌がってるけど、アイカンはいや、マスターじゃない、メイ do it とか、まあ、やってほしい、レコメンデーションとしては、やっぱセキュリティ上からすると、ぜひ更新、アップデートしてほしいという、リクエストは出してるんですけど、まあ、レジス、まあ、まあ、大手力持ちのレジストは、私たちが正しいから、やらないという、ちょっとすごく熱い、議論があったんですね。で、まあ、DNS アビュースのアメンメントが終わって、まあ、次々のスライドに、最後の方に、なんかもうパスしそうという情報を出すんですけど、まあ、結局その部分が終わって、この DNS アビュースワーキンググループも今後どうするかっていう話は出ていて、すごく役に立ったそのワーキンググループの議長の2人が、まあ、辞めることになって、新しいボランティアを、まあ、受付して、今後、アビュース関連が、なんだろう、コミュニティから上がるんじゃなくて、やっぱこう今後レジスターから、その話がリードできるような体制を作って、まあ、継続的にコミュニティアウトリーチをいろんな集団で行いたいという話がありました。で、次のスライド。ここ、レジストリー移管ポリスに関して軽く書いたんですが、ですね、こちらは、まあ、今までの毎回毎回のおさらいと同じなんですけど、現在やってるのはフェーズ2のところなんですね。Transfer Emergency Contact と、その紛争ポリシーとかの、話をメインに行っています。次のスライドで、なんか全部 間違ったかな。あ、そうですね。今回の ICANN で、最も楽しい略、BTAPA。という BTAPPA の話が多く出ました。で、これが、まず ICANN の中、ICANN の契約の中に2つのポリシーの一貫ポリシーが書かれていて、ポートフォリオが、あるレジストラが辞めてとか、なんか契約違反でなくなって、それが ICANN のアプローブドポートフォリオが違うレジストラに行くということで、まあ、費用がかかるというやつと、で実際にレジストラ、まあ、例えばリセラが長年、仕入れ、別のレジストラからドメインを仕入れていって、新規レジストラになったときに、それを一括でドメインを自社の新しいレジストラに移管できるようなポリシーとかいろいろ、まあ、細かく書かれているのは、アクエジション、買収された場合っていうふうに書かれているんですけど、実はそれ以外、の使い方をしたいというレジストラもいるので、例えば、レジストラ、まあ、なんだろう、新 GTD 出たときにいろいろ導入しなきゃいけなかった、いろんな新しいシステムの導入と、なんか TMCH の導入とかいろいろあったので、結局、いや、もう私たちもうリセラーとしてやると決めて、レジスターでもあるのにリセルでやって、やっとシステムが整えたので、そのドメインを自社のところに入れたいんだけど、前、その更新時に移管するんじゃなくて、一発でやりたいというのが、まあ、ニーズもあって、承認される、レジストリーパートナーによる承認される、承認されない場合とか、いろいろあるし、レジストラーが、レジストリーがこの BTAPA を、義務化にしてないので、提供してると提供してないところがあるので、まあ、それを、義務化にして統一したポリシーを作るべきだという話が出ました。で、まあ、ここちょっと時間を押してると思うので、ここにそれぞれの、レジストラ移管ポリシー策定部門から出た、ごめんなさい、次のスライドお願いします。そうですね、次のスライドですね。はい、こちらですね。いろいろレコメンデーションが出ているところです。で、まあ、実際に、ごめんなさい、次のスライドで、
レジストリー移管ポリシーの中で TIAC と TDRP もよく話していて、まあ、TIAC は特に今回はそんなに振られてなくて、長くトランスファーディスピュートレゾリューションポリシーをエンドユーザーに提供するか提供しないかっていう議論もされていて、まあ、これはもうこのワーキンググループ範囲内じゃないので、TDRP はもうエンドユーザーに提供しないけど、でもこういう手段がエンドユーザーが不正なトランスファーを訴えるこうポリシーみたいなものを、まあ、作るべきじゃないかと、という結果になっています。次のスライドが現在の、タイムラインですね。まあ、来年の5月にイニシャルリポートが出るので、まあ、そこはちょっとどうなったかは楽しみかな。で次のスライド。Abuse Amendment に関しては、すごく簡単に、そうですね、12月に投票がされるので、多分パス、まあ、パスするようですので、まあ、来年の第2四半期ぐらいからは、まあ、義務化になるかなと。で、まあ、次とのスライドで、現在のレジストラの、スレッシュホールドは超えてますということを示しているだけで、次のスライドでレジストリーのスレッシュホールドがこんなに超え、もう28日の時点で超えてますということで、で、さっき言った通り、まあ、以前、すごく昔のスクリーンショット、次のスライドで昔のスクリーンショットなんですけど、まあ、おそらく来年の1月あたりに、理事会の決定で、アプローバルもらって、60日後にエフェクティブデートになるという、ことになってます。で、少し最後ですが、最後のスライドで、CP サミットが、来年の5月に開催される予定で、まあ、この CP サミット自体が短い会議なので、まあ、世界中のレジスターを呼んでヨーロッパに来てもらうのに大変の苦労なので、 DNS ビュース関連のセッションも同じタイミングでこう設定すればと検討していますので、で以前のサミットパリにあったものがキャンセルになったので、まあ、もしかしてそこかなとちょっと思ってるんですけど、まあ、実際に2箇所考えているとそうです。すみません、最後の方駆け足で進んでいて申し訳ないんですけど、私から以上です。よろしくお願いいたします。